こんにちは、ゆうゆうホルンです。神奈川の方からファンレターを送っていただきました。ありがとうございます。早速開けていきたいと思います。じゃん、二つありますね。ゆうゆうホルンさんへ、こんにちは、こんにちは。2回目のお手紙失礼します。前回のお手紙への返事の動画、何回も見返しています。ホルンさんと会話できたみたいで、毎回緊張しながら見ています。ありがとうございました。最近の私の話をします。学校はもう1ヶ月半くらい授業に出ていなかったのですが、さすがに2年生になれるかが危うくなってきています。昨日とこの手紙を書いている今日の2日間が、補習で、これで、課題が終われば進級できます。逆に言うと終わらなければ留年です。正直厳しいです。昨日久しぶりに教室に入ってきつくて全然進まなかったから、今日もちゃんとできるか心配です。でも無理しても何としてでも終わらせます。進級したいから。今日もホルンさんの曲を聴きながら学校に向かおうと思います。落ち着いて補習を受けれるように頑張ります。そういえば今回のお手紙には私の書いた詩を入れています。ホルンさんが歌うのを想像して書いたものです。なので歌詞のように A メロとかそういう構成も考えて書きました。ずうずうしいけどホルンさんの曲作りに少しでも役に立てたらなと思います。この詩にはタイトルがありません。ホルンさんにつけてもらいたくて開けてあります。私の経験をもとに書いた詩です。もしよろしければ感想ください。お願いします。私の目標にはホルンさんに関わることでいっぱいです。一つ目はホルンさんに会うこと、次にライブなどがあったら行きたいと思います。会って少しでも話してみたい。二つ目は私の書いた詩をホルンさんに歌ってもらうこと、その一歩としてこのお手紙には詩を入れてみました。3つ目はホルンさんと一緒に演奏すること。私は楽器を演奏するのが好きで、打楽器を6年間ドラムを3年間やってきました。あとピアノもホルンさんに影響されて1ヶ月ぐらい前からギター、アコギも練習しています。いつか一緒に演奏したいです。どれも大きな目標だけど叶えられるようにいろいろ頑張ります。もうすぐ新曲が出るのかなって楽しみにしています。でもちゃんと休んだり息抜きしたり無理しないでくださいね。と言いつつ私は無理しない方法もわからないです。過去苦笑。ツイッターではファブや、リツイートたくさんします。過去私は鍵をつけているのでわからないかもですが、アメブロもいいねやコメントをします。これからも毎日応援しています。無理はせずにこれからも頑張ってください。それではまたお手紙書きますね。まだまだ寒いので風邪などに気をつけてください。ということで、ということは学校に向かう前、これ朝書いてくれたのかな。そっか、こういうこの動画がなんかこの会話してるみたいなんだね。そうか、今進級できるかどうかがね、こうギリギリのとこなんだ。じゃあ今多分この手紙をね、今俺が今こう読んでる時にはもうね、補習が終わったのかな。ね、私の詩を入れています。さっきの話はそうだね。じゃあこちらを読みます。あ、詩になってますね。何度も騙されて信じられなくなって、何度も嘘ついて信じてもらえなくなって、私は一人孤独な私、誰も信じない、誰も頼りたくない、なのに心は叫ぶ助けてって。怖いんだよ、どうすればいいんだよ。あなたは言った、大丈夫ね、え教えてよ、何が大丈夫なのか。あなたはただ微笑んで私を抱きしめた。生きてていいんだよ、なんでよ、どうしてよ。逃げてもいいんだよ、なんでそんなこと言うの。逃げ場所探すために生きてるんじゃない。何も感じない、何も知らなくていい、なのに心は叫ぶ痛いよって。惨めなんだよ、どうすればいいんだよ。あなたは言った、大丈夫ね、答えてよ、何が普通なのか。あなたはただ微笑んで私の手を取った。泣いたって何も変わらない、自分がもっと醜くなるだけ。それでも泣いていいですか。あなたの前でなら私は。辛いんでどうすればいいんだよ。あなたは言った、大丈夫ね、分かってよ、何を信じればいいか。あなたはただ微笑んで私を抱きしめた。私はあなたを信じてる。はい、ということでね、感想をってことね、書いてあったけどさ、ここがいいなってとこありましたね。うん、逃げ場所を探すために生きてるんじゃないってとこはね、特にここは良かったです。なんかね、ここがなんかね、一番なんか伝わってくるものがあったかな。なんかね、俺の感覚ではね、この人のね、この一行がね、なんかこうね、なんかこの一行がこう来るんだよね、ドーンっていう感じで。だからね、もしタイトル俺がつけるんだったらね、もうこのままだね、逃げ場所を探すために生きてるんじゃないをタイトルにします。
多分ね、そこなのってね、多分ね、思ってんじゃないかと思うんだよね。いやね、ここがいいんだよ。でもさ、このね、惨めってね、惨めなんだよってあるけど、惨めっていう言葉を、こう、自分でこう表現できるって、ね、これ意外とね、そうだね、惨めっていう言葉は、結構なんかこう書くのに、なんか抵抗としてはね、結構ハードル高い言葉じゃないかなと思うんだよね。なんだろう、詩とかはよく書くのかな。うん。なんかこういう詩、なんか言葉にね、自分の思いをこうやって、ね、まあ詩っていう形でこう言葉として、うん、こう表現していく中で、いろいろなんかこう自分の、まあこれも一つのね、一種の自分の気持ちを吐き出すっていう、うん、方法にもなってると思うし、そういうとこでね、この逃げ場所を探すために、ね、生きているんじゃないとかね、その逃げてもいいんだよ、なんでそんなこと言うのっていうね、うん、なんかそういう素直な部分が出てるとこがなんかすごくいいなって思います。まあ、逃げ場所を探すために生きているんじゃないか、もしくは、まあこれタイトルの話ね、か、なんでそんなこと言うのの二択かな。ね、ドラムを3年やってね、ピアノもやって、ね、打楽器6年間、打楽器はね、どんな打楽器をやってたんだろうね。6年間でかなりやってるよね。で、最近ギターもね、アコギをやり出したんだね。ね、目標にホルンさんに会うことってあるけど、ね、じゃあもしかしたら今年会えるかな？なんかこう音楽をね、こう聞くだけじゃなくて、自分でこう演奏して、そういうのもね、こうすごく好きなんだね。なんかそのね、6年間やってた打楽器とかちょっと聞いてみたいですね。ね、じゃあたくさん練習して、ね、いつか一緒にできたらいいですね。まあおそらくですね、新曲はこのお手紙の動画が、うん、公開する前後ぐらいに出せるんじゃないかなと思うんで、ね、楽しみにしててね。ね、これからも応援よろしくね。うん。ね、またぜひお手紙書いてください。ね、もし次お手紙書くことがあったらさ、その時に6年間やってたその打楽器ってのは何なのかをちょっとね、結構詳しく聞いてみたいなと思いますね。うん。そうだね、最近ちょっとね、うん。一応ね、寝たりはして、ね、寝てることは寝てるんだけど、あんまり息抜きっていうものをね、まあ、考えてみたらしてないなと思うから、うん。たまにちょっとね、息抜きをしたいなと思います。ね、もし課題が終わって、進級がね、この時点で、この動画を見てくれてる時点で、もし進級できることが来ましたらね、うん。その時はね、補習頑張ったってことでね、ぜひ息抜きしてください。はい、ということでお手紙ありがとうございます。ね、詩の方もありがとうね。またというゆっくり読ませていただきます。ね、無事進級できていますように。ということで、ゆうゆうホルンでした。バイバイ。ありがとう。チャンネル登録お願いします。